アグネス・モートンはイングランドエセックス州ハルステッド出身の女子テニス選手。フルネームはアグネス・メアリー・モートンというアガサ・モートンの名前で文献に記載されることも多い。20世紀初頭のウィンブルドン選手権で活躍し、1914年の女子ダブルスでエリザベス・ライアンとペアを組んで優勝した。シングルスでは年と年に年連続 準優勝がある。初期のウィンブルドン選手権では、女子ダブルスは1899年から1907年、混合ダブルスは1900年から1912年まで選手権公認外競技として扱われ、この時代の記録は現在のウィンブルドン選手権公認優勝記録表に数えられない。モートンは選手権公認外競技のダブルスで1902年の 女子ダブルスと1909年の混合ダブルスに優勝している。女子ダブルスでシャーロット・クーパーステリーと組んで優勝した1902年、モートンは初めて女子シングルスのチャレンジラウンド決勝に進出したが、ここでミュリー・ロブに5から7、4から6で敗れたため、前年度優勝者、クーパーステリーとのオールカマーズファイナルに進めなかった。その後、 モートンは1904年、1908年、1909年にチャレンジラウンド準優勝があり、女子シングルスのオールカマーズファイナルには、あと一歩で手が届かなかった。この方式では、自動的に決勝に進出できる大会前年優勝者が欠場した場合は、オールカマーズファイナルを実施できないため、チャレンジラウンドの優勝者と準優勝者を優勝記録表に記載する。モートンの場合、 1908年と1909年に大会前年優勝者が欠場したことから女子シングルス準優勝者として扱われる。1913年から女子ダブルスと混合ダブルスがウィンブルドン選手権の公式競技になった。この2部門は1913年から公認優勝記録表に記載される。1914年の第2回女子ダブルス競技でモートンは 当時22歳のエリザベス・ライアンとペアを組み、決勝でエセル・トムソン・ラー・コムエディット・ハンナム組を6から1、6から3で破った。モートンは42歳にして、ようやくウィンブルドン選手権のタイトルを獲得した。ライアンはここで取った最初のウィンブルドンタイトルを皮切りに、同選手権で女子ダブルス12勝。 混合ダブルス7勝を積み重ねたが、初優勝のパートナーが、このモートンだった。アグネス・モートンは、選手引退後、1925年に、ヒュー・スチュワートと結婚し、1952年4月5日に、ロンドン・ケンジントンにて80歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。